ジー喜多川元社長の性加害問題で揺れる、ジャニーズ事務所所属、タレントの契約見直しドミノがファンを困惑させている。幻のキャンペーングッズが転売されているのだ。藤川13日、セブン、イレブンで14日から予定していた、ルックを、ビジナルスノーマン、クリアファイルキャンペーンの中止を発表した。X、Q、Twitter では、セブン中止がトレンド入り。セブン、イレブンのキャンペーンで入手しようとしていたファンは多く、キャンペーンを実施していた、ファミリーマートに行けばよかったの書き込みのほか、富士家の店舗で配布してほしいなど切実なメッセージが寄せられている。富士家のキャンペーン中止の影響か転売ヤーが続出。ヤフオクやメルカリでは、ルックオリジナルスノーマンクリアファイルが1000円以上の価格設定で多数出品されている。中には入手困難として高額で出品するケースもある。